どうも、ドラマツヒロです。いやー、今年の夏もですね、毎日暑い日が続きますね。そこで今回は石立ドラマにおいてのですね、夏にちなんだお話をピックアップしていきたいと思います。ある意味ね、昭和ドラマという括りもできるんですけども、昔のドラマってワンクールの方が珍しくてですね、だいたい半年、1年続くドラマが多かったんですね。この石立ドラマシリーズもご多分に漏れず、7作品中ですね、1年通してやったドラマは4作品あります。気になる嫁さん、パパと呼ばないで、気まぐれ天使、気まぐれ本格化、この4作品が1年を通したドラマなんですね。ですから必ず1年続くドラマに関しては夏休みというですね、くくりが入ってくるわけですね。石立ドラマファンの方ならご存知だと思いますけども、だいたいこう話と絡めながら、そのある地方に行くというですね、例えば気になる嫁さんはですね、36話から38話の3話にあたって、静岡県の伊東が舞台になってますし、気まぐれ天使では石川県の山城温泉に、主人公の鴨忍が里帰りするという設定なんですね。これも35話、36話と2話続けてます。で、気まぐれ本格化、これもですね、函館に行くんですね。これも33話、34話、2話にわたってるんですね。で、当時ね、業界で言うとですね、タイアップ、要はその地方のそのホテルを、利用して、宣伝してあげるというですね、そういう効果もあったんですね。で、必ず大体ね、今言ったように、2話とか3話かけてですね、その話をエピソードを交えて、地方に行くというのはですね、結構定番な、それも一つのですね、昭和ドラマの楽しみ方の一つですね。で、今回は特に私が重点的にお話したいのは、パパと呼ばないで。このパパと呼ばないに関してはですね、その旅行に行くというよりはですね、やはり夏といえば、定番ですけども、お祭りですね。で、結構ドラマってですね、個人的にまず好きなのが35話、富田上昇教育。これね、ドラマ的に結構好きな回で、地方ですね、しつけの一つとしてですね、日本の伝統的文化を教えるために日本舞踊を習わせるんですけども、結局は形だけでは意味がないということに気づくわけですけども、そこと絡めてちょうどそのお祭りの、シーンが出てくるわけですね。本当この35話っていうのはですね、なんか当時の良きね、お祭りというかね、もう本当にこのね、下町の町内が本当にお祭りってものを大事にして楽しみにしているというかですね、そういうものが結構ね、事細かく描かれてるんですね。この回はそういう意味でもね、当時のやっぱり昭和の、風情を見てもらうのもですね、非常にね、貴重なね、映像も含めて、楽しめると思うんですね。特にこの回で私が強調したいのが、右京さんと一緒にチームはですね、盆踊りを踊りたかったと。でも急なですね、打ち合わせが入ってしまってですね、間に合わなかったんですね。パパのバカ。ですから盆踊りは終わってしまったんだけども、チームのために、もう一回盆踊りをやるんですね。で、右京さんはなんとかそれに間に合って一緒に盆踊り踊るわけですね。チボ、ごめんごめん。あんたたるた。このシーンがね、非常に好きでね、なんかこうお祭りを通してですね、下町の人情というかですね、描かれていて、またここでね、園子さんがね、その、右京さんとチボの盆踊り姿を見て、なんかこうある思いが湧いてくるんですね。それがね、見事にですね、その後37話につながっていくというですね、これは展開もやっぱうまいと思うんですね。そして37話、千春の陰謀。ある意味これパパで読まれて全40話なんですけども、最大のクライマックス、最終回と言ってもいいぐらい非常に重要な回なんですね。で、この回を簡単に説明すると、右京さんと園子さんはですね、お互いに付き合っているんだけども、結局最終的になかなかうまくいかないと。で、チーボーの前では、園子さんはチーボーのママになると。
右京さんと右京さんのお嫁さんになるというふうに約束したんだけども、結局また喧嘩してね、それでもう、中央がですね、やっぱりね、その子さんに対してですね、裏切られたと思ってですね、家を飛び出ちゃうんですね。それで慌てて右京さんとその子さんが中央を探しに行く、要はお祭りの中をさまよう中央。本当にこのね、中央の心情となんかこのお祭りの楽しさ、このね、ギャップがね、またね、このシーンを盛り上げてるんですよ。まあちょっと私、興奮しちゃいましたけど、内緒で見てください。本当に感動的なシーンですから。チーボー、ちょっと待ってくれよ。おばさんたち、向こう探してよ。お父さん、あっちの鳥探して、私こっち探すから。チモ、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 話さないわ。私はちいちゃんのママですからね。嘘よ、そんなこと。その子姉ちゃんの嘘つき。嘘じゃない、嘘じゃないわよ。そうちゃん、これ以上ちいぼに嘘つくのやめてくれよ。嘘じゃないわ。私はどうしてもちいちゃんのママになりたいの。右京さんの奥さんになりたいの。なんだって。パパ、私聞こえたわよ。聞こえたわよ。え、パパ、あ、お姉ちゃん、あの、いや、あの、あ、その子姉ちゃん、もう一度パパに言って。私、じいちゃんの本当のママになりたいの。右京さんの奥さんになりたいのよ。聞こえたんだか聞こえないんだか、あの、もう一度言ってくれないかな。ずるいわ。今度はパパが言う番よ。そうよ、今度は右京さんの言う番よ。あ、あの、すみません、だから何言全然聞こえないわ。うん、いや、パパもね、ずっと前からその子お姉さんをお嫁にしたい、そう思ってたんだ。約束よ。ああ、今度こそ約束よ。指切り。約束よ。いやー、本当にいいシーンですね。ここで最終的に右京とその子が、まあ、結ばれるというかですね、今まで逃げ切れなかった右京さんがですね、その子に告白するんですね。そういう重要な回なんです。もうね、これはね、本当にもう石立ドラマ7作品を通してもドラマス的にはね、ベスト3に入るシーンだよね。それぐらい名シーンですよ。そことですね、まさにこのお祭りが素晴らしい相乗効果を表して、この作品を盛り上げていると。つまり、お祭りみたいなこう華やかな場所から最後こう、人気のないこう橋の上というかですね、このギャップがまたいいんじゃないかなと勝手に言うドラマツ思ってますけどね。いや、でもね、本当に、お祭りっていいですね。日本の祭りってのは。はい、ということでまだまだ話し足りませんが、お時間が来てしまいました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回もどんどんお話ししたいと思いますので、よろしければまた水曜8時にお会いしましょう。さようなら。